今回はね、今までやる機会をずっと伺っていたとっておきの BL ゲームを一つ、ここでついにやっていこうと思います。その名も、レムレスブルーの午前2時。まあ、聞いたことぐらいある人はいるかもしれない。このゲームね、幾度となく俺は今までね、サムネイルやタイトルで伝説の BL ゲームっていうワードを他のゲームとかでも使ってきたんだけど、このゲームは本当に伝説の BL ゲームで、フリー BL ゲーム界隈でかなり有名な部類の多分 BL ゲームだと思う。なんとあの角川さんから本が出ていたりだとかするぐらいには多分もう知る人ぞ知るだと思うから、もう詳しい解説はいらねえだろう。とりあえずとっとと俺はスタートで始めていくわ。さあ楽しみ、レムレスブルーの午前2時、ついに始めていくぞ。親愛なる青家。おお、いきなりなんか始まったぞ。 BGM も途切れずタイトルからそのまんま。突然の便りに君は驚いているかもしれません。これを君が読んでいるということは、なんだ急にムービーみたいなの始まったぞ。もう僕はこの世にはいないということです。おお、約束を守ってくれてありがとう。どういうこと？縛りつけてごめんなさい。ほう、もう僕のことは心配しなくていいから、君が自分らしくいられる世界を作り上げて、それが僕の最後の願いです。今までたくさん嘘をついてきたけれど、はい、最後だけ本当のことを教えてあげます。僕は葵のことが好きでした。さようなら。どういうこと？もう全然わかんない。茜より。なるほどね。なんかね、幽霊の少年が出てくる話らしいんだよ。でもそれぐらいのふわふわした情報しか取り入れずに俺はここに来た。もう新鮮に楽しむためにこのゲームを、もうネタバレをほとんど踏まずにここまで来たわ。チャプター1、チャプターがいくつもあるわけね。うん、いや楽しみだな。ちょっとワクワクしてんだよな。おお、かわいい目。こんにちは、はじめまして。僕は葵って言うんだ。おお、親愛なる葵へって冒頭にあったから、君へ向けられたメッセージだったのかな、じゃあ冒頭のあれは。うん、とりあえず一旦冒頭セーブしてくるか。よし、やってこう。普通の中学3年生です。あ、好きな食べ物は人参だよ。うさぎさんかな。今日は僕の周りで起きている不思議なことについて説明したいと思います。不思議なこと？ちなみにインナーがオレンジ色なのは人参が好きだからですかね。お、新キャラだ、さくら。葵、そろそろ筋が飛ばでけた、そろそろ降りてこーい。なるほど。あ、はーい。さて、お、さくらさん、これがなんか知的な感じだね。なあ、何か一人で喋ってなかったか？さくら先輩知らないの？声部だよ、声部。声部って何？ああ、声部、声部な。はあ、葵も声部するような年に。だから声部って何さ、ね、二人だけで納得して先へ進むのやめてもらっていいかね。危ない、うまくごまかせたみたいでよかった。もう、さくら先輩ったらメディアに疎いくせに先輩ぶるんだから。これ今のは葵が我々視聴者側に語りかけてきてるシーンだよね。でそれを何、さくら先輩にバレないようにごまかしてるっていうシーンか。これがなんかメタくない、ね、めちゃめちゃメタいシーンから始まるやんこのゲーム。そしてキャラ紹介パートみたいなの来たぞ。この人はさくら先輩って言って僕の2個年上だから高校2年生なんだ。なるほど。七三分けとメガネが真面目そうでしょ。実際真面目すぎるんだけどね。まあ、真面目そうだね。この学生寮はもともと住んでる生徒は少ないんだけど、今は帰省期間だから寮にはさくら先輩と2人きりなんだ。うっ、一つ屋根の下、
男と男が二人きり、何も起きないはずもなく。そういえば葵、知ってるか？なんだ？うん、否定するのは話を聞いてからにしよう。うん、まだ何も言ってないさくらさん。噂なんだけどな、この学校にも出るらしいんだ、幽霊が。早速幽霊っていうワードが出てきたぞ。なんだ？なんでも白髪の昔の制服を着た学生が夜な夜な何かを探して学校中を徘徊しているそうな。怖いな葵、夜も眠れないな。ああうん。おかしいだろ、普通中学生がそういう話題でさはしゃいで、で高校生がそういう風になだめるんだよ。なんで逆になってんだよなあ。なんなら俺の部屋で寝ても。おいおいおい、ちょっと一つ屋根の下って俺冗談のつもりで言ったのに、お前ガチじゃん、ガチの人この人。あ、僕用事があるんだった。じゃあさくら先輩後でね。ああ、行ってらっしゃい。おガチの人じゃん、さくら先輩。ねえ、危ないって。で、この人と一緒に一つ屋根の下でさ、他の人いなくて二人きりで学生寮大丈夫なの？ねえ。もう、さくら先輩のバカ。僕が言おうと思ってたのに、先に言われちゃったよ。それは、一緒に寝る話じゃないよね。幽霊の話だよね、多分。でね、その不思議なことっていうのはね、うん。ああ、また新キャラか？あれ、葵じゃん。うわ、今度は誰？お、ちょっとキリッとしてるか？お、なんかちょっとかっこいい目だね。何さ、こんなに美しい僕を素通りするほど急いで、どこ行くつもり？え、いつき、お仕事は最近どうなの？もちろん順調さ。来期のドラマにもゲスト出演が決まって。え？そういう俳優業的なアイドル業的なのやってんだ。すげえ。で、葵と一緒にいる時間ぐらい、仕事のことは忘れさせてよ。ね？うん。困ってるって、なんでこんなモテモテなんだよ葵。あまりにもモテすぎている。今んとこ登場人物全員からモテてるぞ。どういうこと？もうすでに修羅場なんだけど。そしてキャラ紹介パート来た。この子は樹、こんな微妙な時期にやってきた謎の転校生だよ。なるほど。あ、もしかして見たことあるんじゃないかな。実は樹ってアイドル探偵として今やテレビに引っ張りだこなんだ。アイドル探偵。僕より一つ年下なのに大人っぽいし、仕事もこなしててすごいよね。なのになんで学年も違う僕なんかに絡んでくるのか、とっても不思議なんだけど。さすが謎の転校生ってところかな。え、どういうことなんだそれは。絡んでくるのには理由があるのかな。学年違うっていうことはほぼほぼ関わりないはずだよね。部活か、あるいはまあ寮生なのかな、同じ寮で暮らしてるとかそういうことなのかな。あんま関わりないはずだから、なんで好かれてるんだろうね葵は。そういえばテレビでの名前はなんて言うんだっけ。いやだな葵ったら、何度も教えてあげたじゃないか。はい、いつきインフィレだっせーダセ、お前あのもてはやされてて、周りからあんまり指摘されてこなかったかもしれないけど、今まで俺が指摘してあげるわ。ダサいぞ、ものすごくダサい。いつきインフィニティなのか、いつきインフィニティインフィニティなのか気になるけど、うん、いつきインフィニティおーい、どこ行くねー、お前どこ行くねースライド移動していったぞ。カニみたいに横移動していったぞおい、あ、待って葵、そんな切なげな目で僕を見つめて去らないで。おい、面白すぎるだろ今のシーン。
なんとか負けたみたい。なーに息切らしてんだ。また新キャラ来たぞ。キャラ紹介パート面白いね。めちゃめちゃ待って、これは正統派イケメンっていう感じ。すごいイケメンだね。たく、今日は随分遅いじゃねえか。いつまで俺を待たせる気だ。かっこいいんだけどこの人。うん、お待たせ。そして最後に紹介する彼は、はい、彼は、あれ、なんだ。そういえば自己紹介がお互いにまだだったよね。自己紹介がまだ、どういう関係性なんだ。あ、そうだったか。じゃあ改めて。はい。お、キャラ紹介。お、これ多分主人公なんだよね、この葵くんが。お、主人公先に紹介する。僕は葵、よろしくね。だけか。なんかもう少し説明ないのか、自分のことは。俺の名前は日向。日向、かっこいいよね。教員、いや生徒か。さすがに日向って言うんだ。今更だけどよろしくな、葵。おお、これどういう関係性。葵くんの本命はこの日向くんかな。うん、お待たせとか言ってたし。うん、さあ長い沈黙。さくら、いつき、葵、日向。これ何、誰のセリフ。これは視聴者側のセリフ。え、この流れでそっち。あ、どういうことだ。ううん、なんでもない。ほう、気を取り直して。じゃっじゃーん。まあかっこいいよね、確かに。うん、何のじゃっじゃんかわからんけど。これが僕の言いたかった、僕の周りで起きている不思議なこと。不思議なことね。ここでバーンと言いたかったのに、さくら先輩に先を越されちゃった。なるほどね、そういうことか。もうびっくりしたよ。この間の深夜にどうも寝つけなくて散歩していたら、この桜の木の下で偶然彼と出会ったんだ。なるほど。初めて見た時は心臓が止まるかと思っちゃった。だっておじいさんのような白い髪の毛に昔使われていたリボンタイの制服。ねえ、幽霊の噂をさくら先輩してたけどさ、絶対この人のことだよね。だよね。絶対この人のことじゃん。そのリボンタイの制服、昔使われていたっていうことからも、まさに噂の幽霊にそっくりだと思わない。だよね、そういうことだよね。時間帯もちょうど深夜の2時。これが俗に言う牛蜜時ってやつだよね。深夜の2時なんかい。おい、遅すぎるだろさすがに。なんて時間に出歩いてんねん。そんな深夜に出歩いてんなよ、おい。ま、そんなよくある怪談話みたいなの僕は全然信じてないんだけど。現に僕は正体もわからない彼、日向になぜか惹かれているんだ。惹かれている。ほう、なるほど。続けて。俺キモ。だから今日もこっそりと夜中に出会いに来てしまったわけなのです。まあそもそも本当に幽霊なのかって話だしね。うん、7月27って出てきたか。なるほど。ねえ日向、今日は何をして遊ぶ。そうだな、お前は、葵は何がしたい。僕はね、そうだ、図書室に行ってみようよ。図書室。うん、そこに行くまで誰もいない夜の校舎を探検するの、いいでしょ。へえ、面白そうじゃねえか。じゃあそうと決まればレッツゴー。はあ、なるほどね。今んとこすげえつかみ完璧で面白いよ。日向の正体やいかねえっていう感じだね。着いたぞ、ここが図書館だ。
って、あれ？ひなた？おーい、ひなた！おかしいな。いくらなんでもこんなところで迷子になることはないと思うんだけど。おーい、ひなた！え？消えた？何？え、本当に幽霊か？提案しといてあれだけど、夜の図書室って怖いな。曲がり角から誰かが出てきそうな。って、うわ！え？不意に下から腕を引っ張られ、僕は尻餅をついてしまった。いてて、な、何？おお、いつき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 、どっちでもいいな。イントネーション、いつきなのか、いつきなのか。まあ名前だったらいつきか。しーって、いつき？だから声が大きいってば。これなんだ、口を押さえられてんのか今。よし、もういいかな。もう、なんなの？なんだ、どうした？おーい！うるせえ、俺の声が自分で自分の声響いて超うるさかったわ。こういう絵が来る、早速。いいね。こうして見るとさ、主人公は多いあれだね、なんか立ち絵で見るような女の子感がないというか、美少年感あるというか、で、いつきはやっぱかっこいいね。うん、顔を上げると、いつきの顔が目の前にあった。ねえ葵、聞きたいことがあるんだけど。いつき顔近っ。ちょっと、これは真剣な話なんだからね。うん、だから顔が近い。あと首に手を回すのやめようね。イケメンにのみ許される仕草ね、これ。うん、っていうかさ、よく見ると葵もなかなか可愛い顔してるじゃん。どういてって、うん？と、突然何？最初見た時は気づかなかったけど、目もパッチリしてるし、まあまあ可愛いじゃん。めちゃめちゃ上から目線、すげえ上から。そうかな。あ、でも僕ほどではないわ。うるせえな。黙りな。おい、さすがにちょっとナルシストが過ぎるんじゃないのか、それは。まあかっこいいのは認めるけど。うん、どいてください。やだね、えもっと見せてよ。いつきの輝く瞳に見つめられて、僕はますます身動きが取れなくなってしまった。葵、なんだか顔赤くない？もしかして熱でもあるの？ないから、分かって言ってるでしょ。照れちゃって、かわいい。僕のが年上なのに。ふふん、5周抜かしといてよく言うよ。仕方ないじゃん、アイドルなんて間近で見るの初めてだもん。テレビで見るのと比べてどう？そうだな。え？おお、選択肢。いや、このゲームエンディングがさ、何個あるのかとか俺よく知らないんだよね。まあ、とりあえずセーブか。さて、いつも通り行くんなら、まあ実物のがかっこいいよとか、いい感じなの後に残して、なんか微妙そうな選択肢を先に潰していくか。なんか普通。うん。めっちゃ嫌われそう。なんだよ、黙ってないで早く言ったらどう？あ、今のは言葉に出してないわけね。それとも、僕を形容するにふさわしい言葉がなかなか見つからなくて考え中なのかな。まあそりゃそうだよね、僕ほどの美貌を持つ人間そうそう。普通。え、案外普通かな。大丈夫か？なんか言うほど一般人と大差ないっていうか、ぶっちゃけ
あんまときめかないんだよね。これなら僕の先輩の方がかっこいいよ。さくら先輩のこと？それは。そうそう、ずっと言いたかったんだけど、ちゃんと眉毛のお手入れしてる？なんか太くない？おい、言い過ぎ言い過ぎ、誰もそこまで言えとは言ってない。オーバーキル、完全に。おい、普通って言われるだけでも結構来るよ、アイドルには。ねえ言い過ぎだって。おい完全に黙っちゃったよ。ちょっと大丈夫か、いつき？ねえ、いつき聞いて。ちょーっと可愛い顔してるからって好き放題言いやがって。うん、やだな、いつき。冗談。俺たち、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。宇宙人語出てきたけど、おっと、この効果音は一体何の効果音でしょうかね。どう、これでもときめかない？今何し…まあいいや、今日のところはこれくらいにしといてあげる。おい、いいかよ、こんな序盤から。こんな、もうめちゃめちゃ序盤だよ今。こんな展開がいきなり訪れてしまっていいんかい。そう言っていつきはしぶしぶ僕の上からどいた。今キスされた。よね。何？アイドル探偵である僕のチッスを。チッスとか、なんか、なんだろうな。まあ、一昔前のゲームだけど、このゲーム。にしてもちょっと寒くないか、お前。なんか発言が。ちょっとなんか、独特すぎるんだよな。いや、なんか、面白いな、お前。アイドル探偵である僕のチッスを頬に授かったんだから、もっと嬉しそうにしてよね。うん、まだドキドキが収まらないけれど、いつきの前では隠しておこう。あ、ドキドキしてるんだね、やっぱさすがに。それで話って？うん、この本なんだけど、ちょっと見てくれない？何？青いバラ？そう、幻の青いバラ、レムレスブルー。お、タイトル来たよ、レムレスブルー。レムレスブルーって何？実はね、僕はこのバラを探しているんだけど、葵は何か知らない？ごめん、全然知らないな。本当か？なんか手前の点点点の、まあ怪しくない？そんな呪文みたいな名前聞いたこともないし、そもそも葵バラなんて見たこともないもん。なんかそこまで否定すると逆に怪しいな。ま、そりゃそうだよね。で、いつきの用はそれだけ？うん、参考になったよ、ありがとう。どういたしまして。あ、そうだ、僕もいつきに聞きたいことがあったんだ。白髪の少年を探してて。って、あれ？いつき？おかしいな、さっきまでここにいたはずなのに。な、え、待って、なんかおかしくない？なんでそんなポンポン人物が消えるの？これ、なんだ、なんか秘密があるな、葵が幽霊とか。わからん、とりあえず見ていっか。ま、いいか。そうだ、日向を探さないと。日向？ひなた？もしかして帰っちゃった？え、どういうことなんだ？それからも図書室をくまなく探してみたけど、ひなたの姿はどこにもなかった。おーい！ひなた？僕は図書室を諦め廊下に出てみる。すると、近くの教室から明かりが漏れているのが見えた。うわぁ、どうする？なんか今回この辺で終わっとく？まあ俺ちょっと霧のいいところでどっか、パート1切ってる可能性あるけど、まあ俺自身はこのまま続けていこう。